野崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。さあドラフトチェック。はい。7球団目に、うん、8球団目になってきました。はい。ね、うん、飽きることなく頑張っていきましょう。ご飯食べたんでね、結構いい感じですね。そうですね。はい。ということで、うん、今日はですね、西武ライオンズ。はい。抽選で競合。隅田君引き当てて、ね、駅長さんが興奮してましたよ。はい、はい、ね。で、西武、なんて言ってました？西武はですね、うん、1位は佐藤俊介投手だろうっていうふうに、うんうん、まあ、言ってました、うん、けどね、2位で取れてる、2位で取れてる、それすごいですね、うんうん、他は他は、まあ、投手は左右で1人ずつは欲しいと、うんうん、で高校生も取りたいねっていうことでしたね、うんうん、でなんか3位で松川君、5位でキャッチャーね、うん、キャッチャー取った方がいいって言ってた、うん、高校生の、そう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 、それで、まあ、森はいるけど、まあ、岡田とかもベテランになってきてるし、はい、まあ、この柘植とかね、うん、あもういるけども、この若い高校生のキャッチャー、うん、取った方がいいんじゃないのってね、いうところでね、名前挙げてたんですね。でこの銀次君はね、前だけ、うん、西武ファンだからね、はい、挙げててね、見事楽天に行きましたけども、はい、ということでね、うん、西武はですね、ピッチャー4人キャッチャー1人内野1人と、うん、っていうところで、この隅田君を1位でね引けたっていうところは大きい、うん、で多分ここはね、佐藤君の怪我の具合があるから多分1位が変わった可能性もあるけども、はい、なんと2位で佐藤君を取れてるのは、うん、だから、うん、今年のドラフトで、うん、佐々木的一番いいドラフトは西武ちゃうかっていう、うん、そうですね、うん、いや本当に、まあ、言えばちょっと偏ってるけど、うん、本当にいい人をいっぱい、そうそう、欲しいところをね取ってきてるっていうところでね、うん、でまあウェーバー順が早かったっていうのも良かった ね、うん、そうですね、はい、DeNA、日本ハムで中日、西武だから4番目だからね、いけたっていうのはね、大きいね。実際ドラフト1位の選手を1位で消えてもおかしくないからね、2人取れてる感じですね。そうそう、ドラフト1位2人取れてるんで、うん、これはかなり大きいですね。で今ね、その西武の先発の左っていうとね、うん、なかなかいないもんね。はい、だから本当にこれ見ると左欲しかったんだな、うん、だから去年も2位でね、うん、あの佐々木選手を NTT 東日本から取ってんだけどね、うん、ちょっとなんか追い出しちゃって、そうですね、謹慎処分になってるからね、はい、まあ、どうなんやろうっていうところあるけども、やっぱ左がねやっぱ去年から欲しいっていうね、はい、いうところが出てるんで、うん、まあ、このね隅田と佐藤っていうのをね1位2位で取れたっていうのは非常にね、うん、大きいんじゃないのかなと、はい、思います、うん、ね、書いて150両方が150キロ差腕よ、うん、クロスファイヤーなぜ分けるって言って、本当ですね、2人ともだから先発も、そうだね、入っちゃう可能性もありますね、うん、まあ、中継ぎは武熊とかね、うん、でまあ、クモあのトレードを取ってきたり、まあ、中継ぎの左はちょっと安定してるんで、うん、だここはやっぱり先発で2人が回ってくれるとね、はい、うん、だこの隅田は言い切れる、はい、100% ローテーション、おー、だって調子でしたもんね、うん、開幕ローテーション 100%、うん、もう怪我しない限り、はい、で佐藤がうまくいけば、うん、開幕ローテーション6番目、はい、ちょっと怪我とかの心配がね、そうそうそう、あるからうまくいけばね、うん、で3位に中央の子がキャッチャー、うん、取れて余ってたね、よくこれ回ってくるのにね、本当そうですよね、うんうん、一番人気ってね大学生では言われてる中 ね、はい、これを取れたっていうのも非常に大きいし、うん、はい、で4位であの地元埼玉出身 の、うん、あの八王子学園八王子の羽田慎之介投手、これ何気に、うん、あの最近すごい良くなってきたピッチャーで、あの急上昇で評価が上がってるピッチャー、はい、で5位で青森出身、はい、八戸工業大学一高黒田正也投手、うん、長身からなるようです、はい、で6位で栃木白鴎大中山聖吾内野手、うん、だからまあ外野は、はい、まあまあいらないんだよ、うん、西武は、まあ、若い外野いっぱいいますからね、そうそうそう、岸ね、で、まあ、若林怪我しちゃっても回復するっていうところと、うん、まあ、アイトとか、はい、外国人選手も来年取ってくるだろうし、うん、鈴木翔平選手もねいますからね、あ、そうそう、でも鈴木翔平いるのに外野の高校生すごいバックアップしてて、いや、じゃあもうだって年が 3つ4つ離れてるんであのおすすめはしましたけど、鈴木選手に頑張ってほしいですよ、でもそういう意味ではね外野取ってないからね、はい、そうそうそう、で育成選手であのキャッチャー、はい、古市武、四国アイランドリーグ徳島から、はい、2位が、滝沢夏生関根学園内野手、3位が菅井真也、山本学園、山形、4位が河村慶心選手、外野手、工学院大学、うん、っていうところで ね、ピッチャーが1、2、3、4、まあ、育成合わせると5人で、うん、その中4人左ですね、うん、そうだね、でしかも高校生が1、2、3、3人だから、はい、だからやっぱそこからこう、まあ、未来に向けてね、うん、しっかり育てて、だからこう
上位ではもうすぐ今のチームを使える選手たちを取って、はい、で下位で育成枠をしっかり取ってると、うん、だから楽天と逆パターンでね、楽天は上位で欲しい今のチームの足りないところで未来に向けての選手たちっていうのを取って、うん、下位でそこしっかり取れたからもう今すぐ使える選手の中を取って、うん、上下のバランスが非常に良かったんじゃないのかなと、うん、はい、でまあ、昨年ね渡辺選手をドラフト1位で取ってるんで、うん、まあ、ここはねやっぱりしっかりおかわり君の代わりに育ってきてほしいっていうところと、うんうん、はい、あとまあブランドン、あ、そうですね、うん、もういるし、はい、で若林がね怪我しちゃったけどもまだこう復帰してくれればね、うん、いい戦力になってくるんで、うんうん、まあ、やっぱり野手よりピッチャーっていうね、うん、ところで昨年はねどっちかというとなんかピッチャーより野手みたいな変調だったけども、はい、まあそこがね、うん、やっぱりうまくいかないんやっていうね、うん、去年最後の終盤で3位に入って、うん、よしこれでこいつらでいけると、うん、これで来年優勝目がいけるからそんなピッチャー取んなくてもずっとピッチャー取ってきてんだから、はい、そいつら育ったらいけるから、うん、そんな毎年ピッチャーは限らないって言って野手行ったら、うん、蓋開けてみたらダメだったみたいな、うん、やっぱりピッチャーやみたいな感じになってピッチャーに戻すっていう、でももう十分なほど埋まってますよ2人がこう普通に行けば行けばね、うん、でもここで問題です、はい、問題、そうやって、うん、うまくいかなかったパターンもいっぱいあるっていう、それはそうですね、だからどうなるかだね、1位が必ずしも活躍するかって言われたらそうじゃないですからね、そう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 、うん、だからそういった意味でも、はい、まあ、この2人がでも頑張れば面白いね、うん、だから西武としては本当一番いいドラフトだったのはまあ西武、うん、じゃないのかなと、はい、辻監督100点満点です、うちの球団として評価が上位の選手、素晴らしい選手が全員取れたと、うん、でこれは珍しいことと、うん、で3位の古賀捕手も1位クラスの捕手だと思う、うんうんうん、だからもう西武としては1位の選手3人取れたわけですよね、そうそう、でも、チーム関係者が100点ですって言うやん絶対、だって、はい、ドラフト評価いくらですか、うん60点ですってチームの関係者言わんやん、あ、広島88点にしておきますって、それ自分と背番号だからでしょ、はい、点数は背番号の88点にしておきます、うん、そう親父ギャグ入ってるよそれ、100点って言わないで、うん、親父ギャグだから、それが別に100点じゃなかったとしても、はい、誰も信用しないじゃん、そうそう、だから冗談で言ってんだなって思うじゃんね、はい、原さん90点以上、うん、100点とは言ってないですね、うん、それは抽選外してるからね、あ、そっか、うん、だから90点以上って言ってるだけで、はい、抽選外れてなかったら100点って言ってる、そうですね、うん、その上位に上げてる選手っていうのは、うん、上位ランクにいるから、その人もだから要は自由に取れんだったら全員取りたいわけよ、はい、でもその中で順位付けがされてるだけであって、うん、取りこっちかなこっちかな、この3人のうちどれにする、うん、あ、ウェーバーで2人消えた、でもこれ取れるからよかったねって言ったら思惑通りじゃん、うん、はい、だそういうのもあるからね、確かに、だから多分100点とかになるんだよ、うん、結局はね、はい、だから俺は一番最初に1位から5位までの欲しいやつ全員か出してほしいよね、あ、そうですね、1位から5位までに大体これくらい取れるんちゃうかっていうので見て、はい、その通り取れてたらすごいよね、あの昨日そのスカウトの元スカウト松坂投手とかを取った岡村貴則さんって方とあの一緒だったんですけど、やっぱりリストっていうのを欲しい選手だけを書いたリストっていうのを持っていくって言ってて、で少ない年はもう十数人しか入れないんですって、でそれであの、まあ、消えていったらもう消えしてって欲しい人しか取らないと言ってましたね、無理して他の選手取ったりしないっていうふうに言ってました、俺はもうあのピッチャーキャッチャー内野外野で分けてリストアップしてほしい、ピッチャーの中での1位から全員、はい、1位付け、うんうん、キャッチャーの中での順位付け、はい、内野の中での順位付け、うん、で外野の中での順位付けっていうのを全部カテゴリー分けして持ってきてもらって、はい、でじゃあ、まあ、1位はあれだね、うん、で3位ぐらいになったら全消えていくじゃん、はい、あピッチャーの中で一番評価高くて欲しいのはじゃあここでしょ、うん、でキャッチャーはあピッチャーの欲しいより上にいるね、あキャッチャーはあ内野手はあキャッチャーより上にいるね、あ外野はキャッチャーの下ぐらいだねってなった時に、うん、この一番上の4人で誰取るっていう風に決めたいの、あそしたらあ、うん、欲しい順位でいうとピッチャーの方が下だけどみたいなね、あれですよね、また大学か高校かとかでも変わってきますもんね、そう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 、兼ね合いでみたいな、うん、そのだから全体の括りじゃなくて俺はポジション別に欲しいんだよ、あそうですね、うん、そしたら分かりやすいっていうね、見やすいかもしれないですね、うんうん、まあでもまあね、この西武は本当に、うん、この選手たちが活躍するかどうか分かんないけど、うん、前評判の中で本当にとね高い3人を取れて、うん、まあ、即戦力と、はい、で下位の選手で育成と、うん、で育成枠もしっかり4人取ってチームの底上げっていうところでは、はい、今年のドラフトの中で一番バランスよく、うんうんうん、その前評判いい選手を取れたんじゃないのかなっていうところで、はい、まあ、12球団ドラフトの中で一番いい1位のドラフト、中日の時も一番って言ってましたよ、中日は好きっていう、
個人的に好き、あ、そういうこと、こう思い切って偏ってやっていくのは好きっていう、はい、1位ではないと、そう、好きっていう、はい、お好みの中では1位、中日、はい、うん、こう客観的に見た中で、まあ、西武が1位かな、はい、おー、そうですか、うん、先生どう、誰、隅田君以外で開幕1軍、金口君は希望は中山君ですね、内野手、はい、どこ守るの、ショート、現代いる、それがいい能力を持ってるんですよ、じゃ あ, まあバックアップで入ってくるかもわかんないね、はい、確かに確かに、じゃあ袴さんは、私も隅田くんは入ってくるだろうなと、まあ、先発ローテには入りそうだなと思いますけど、うん、そうですね、佐藤くんがじゃあ6番手で入るって私も予想します、うん、よし、じゃあ俺、はい、ウルトラシーティー川村慶心選手、育成要員外野手、工学院大学、はい、大化けして開幕前に試合官になって行くんちゃうかっていう、はい、かけよう、大穴狙ってきましたね、あ、これかけよう、あ、俺はだからこの川村選手に期待しよう、はい、この工学院大学、まあ、じゃあ隅田選手はあれですもんね、もうほぼもうこれはもうくじ引きで、うん、もう残り10個しかないけど9個1等ですっていうくじ引きようなもんだから、はい、そうですね、俺はもうこのね川村選手、はい、外野手、お、開幕1軍、じゃあ私は佐藤俊介が開幕ローテーションに入ると、あ、そう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 、うん、で先生は中山ね、中山、うん、はい、ということでね、はい、期待して来年の開幕を待ちましょう、はい。